ホームの琉球は伝統のベンガラ色、そして勝利を呼び込み離さない琉球の守り神アウンドシーサーがデザインされた新ユニフォーム。2021明治安田生命 J2 リーグの開幕節、 FC 琉球対ジュビロ磐田、まもなくキックオフです。今ゲームが始まりました。右エンド、ホームの琉球、風間光也、右上がっていくのが田中圭太です。ちょっと様子を見てクロス上げてくる池田、開始1分、田中圭太のクロスに見事に合わせた池田蓮のゴールで琉球先制。位置が良くて、まあ、ディフェンダーの影から前に飛び出していって、いや、これうまくねじ込みましたね。あ、前半を全部引っ掛けてますよね。そうですね、うん、お、伊藤が上がって転がしてきた、小川幸喜、後ろから遠藤、クロスバー、セカンドボール、いやー惜しかったですね。オフサイドですね。あ、これは、うん、オフサイドです。遠藤の強烈なミドルがありましたが、はい、叩いたクロスバー、クロスが、まあ、初めてではないと思うんですけど、あの下のボールで、まあ、ちょっと大森のプレスバックで前に行かせません。でカウンターのような形になります。松本が運ぶ、松本田口ナイスセーブ、よく止めました田口。しかしこの松本のシュートもこう期待感ありました。あ、これでシュートのシーンですけど、思いっきりよくね、ファーサイドは山本のり道、遠藤、低いボール、ポストを叩いて、セカンドボールは山本康介、収めきれず琉球がまたしてもしのぎました。2本目ですね今日。いやー、いいコース。前半はクロスバー、そしてこのシーンではゴール、ポスト、まあ、遠藤からボールを奪ったのは琉球です。清水が運ぶ、あ、清水抜け出した、清水1対1だ、ナイスキーパー、入った、大津右サイド深いところクロス、ヘディング、田口ナイスキーパー。90分を過ぎてアディショナルタイム4分です。今シーズンはこのホーム開幕戦でサポーターに勝利を届けることができました。今試合終了のホイッスル、ガッツポーズは琉球指揮官樋口康弘。この